痩せるために効果的な運動とはどういうものでしょうか。痩せるのに効果がある運動とは、言うまでもなく、脂肪をよく燃やす運動です。脂肪を効率よく燃焼させる運動とは、体内にフレッシュな酸素を絶え間なくたっぷり送り込める運動のことです。体の中に十分な酸素が 取り入れなければいくら運動しても脂肪は燃焼されにくく疲ればかりを残しかねませんでは実際にどのような運動をすればよいかといえばジョギング、ウォーキングサイクリング縄跳び、テニスなどなど全身を動かす有酸素運動いわゆるエアロビクスですこれらの中から 自分の好みのものを選び脈拍数が約1520%から20速くなる程度に運動を行いましょう効果を上げるポイントは少なくとも15分以上続けることと言われています。というのは運動を始めて10分間はエネルギーとして消費されるのは主に糖質だと考えられています。 15分以上経って初めて脂肪が燃え始める、代謝させると考えられています。ですから15分以上の運動をお勧めします。また、毎日続けることも大事です。感覚が開くほどそれだけ効果が薄れると言ってよろしいでしょう。激しい運動をすると、かえって太ることがあるというのは本当でしょうか。 痩せるために適した運動というのは一般的に有酸素運動とされます有酸素運動をゆっくり続けることによって、えー、痩せていくとされます。これに対して「はっはっ」と呼吸困難になるほどの運動息をこらえてやる運動例えば 100m 全力疾走などの激しい運動などなどこうした運動は無酸素運動とされますが。 無酸素運動は体を鍛える点では有効ですけれども痩せるためにはあまり効果はないかもしれません。というのは無酸素運動のエネルギー源は脂肪ではなく糖質が中心と考えられています。また本来なくなってほしい脂肪組織はほとんど使われないと言っていいでしょうつまり無酸素ですから運動している時間もさほど長くは保たれません。 しかし激しい運動は心臓の負担を増し夫婦間と疲労感で心理的にもエネルギーを補給せざるを得ないと感じる場合もありますつまり運動してその分食べ過ぎるというこうした意味では激しい運動をすると太ることがあるというのは正しいと言えると思います。 痩せるのに最適な運動は水泳だというのは本当でしょうか水泳は全身運動で有酸素運動でありますから消費エネルギーも高いので痩せるためには適している運動ですただし太っている人には浮力が働くため消費エネルギーはやや落ちるかもしれませんまた 水泳で特によく使われる二の腕と太ももの筋肉が発達して筋肉太りになりがちですさらにバタフライやクロールなどで必死に泳ぐ状況では酸素も十分取り入れられないので脂肪は消費されにくいわりに体力だけを消耗しダイエット効果やシェイプアップ効果は あまり上がらないかもしれません水泳で効果を上げようと思うなら平泳ぎやゆっくりしたクロールで長く泳ぎ続けるのがよろしいと思いますそしてジョギングなど他の有酸素運動との連動を考え特定の筋肉だけが発達しすぎないように工夫することが大切だと考えます 毎日ジョギングをしたら早く減量できるでしょうか毎日やれば当然減量効果も早まることが期待されますしかし運動はその人の体力やコンディションに合わせて適量をやることが大切ですそれ以上無視してやるのはかえって体に害を及ぼしかねませんジョギングをするにしても それまであまり運動をしていなかった人が急に始めると膝を痛めることがあります。膝は動くときに非常に負担がかかる部位です。歩くときでも膝には体重の1.2倍の力がかかります。ジョギングになるとなんと体重の3倍の力がかかるのです。その力を支えるために無理して膝を痛めてしまうことがあります。 運動をあまりしていなかった人はジョギングよりも早く歩くことが運動法としては適しています。早歩きは体力に自信がない人でも体に負担をかけずいつでもどこでも日常生活の中で手軽にできしかも40分以上継続してできる運動です。私たちは意識しなくても、 毎日 1km ぐらいは歩いている感情になると言われていますそれをさらにちょっと意識して歩く時間を増やせばとてもいい運動になりますダラダラと歩かず背筋を伸ばし大股でピッチを上げて歩きますちょっと汗ばむくらいがちょうど良い運動量途中脈拍数を測り上がりすぎていたら休むか ペースを落とすようにしてください歩数計を使って1日の歩数を測ってみるのもいいでしょう1日1万から1万3千歩も歩けば立派な運動ですただし風邪をひいたり水分不足の日には思い切って休んでください毎日やろうと焦って途中で投げ出すより週に3、4回でいいから 長く続けることが重要です。ダイエットと合わせて、このペースで早歩きをしていけば、1ヶ月ぐらいで効果が出てくるはずです。週1回のテニスだけでは、痩せるのに効果はないのでしょうかえ結論から先に言ってしまえば、効果はありません。確かにテニスは、有酸素運動であり、 消費エネルギーの高い運動ですしかし毎日それも1時間ぐらいやるならまだしも週1回ではとても痩せるのに良い効果をもたらすまでには至りませんなぜなら運動の感覚が悪くとそれだけ運動の効果が薄れるとされているからです同じ運動でも運動の効果は 1>, 1日起きなら 90%2 日起きなら 70%3 日起きなら50%ところが1週間に1度だと効果はわずか20%までダウンしてしまい元に戻ったと同然になってしまいます。痩せるための運動は少ない量でもいいから毎日やることが大切です。 その点、週1回のテニスよりジョギングや早歩きなどより気軽にできて時間や強度を自分で調節できる運動の方が痩せるためには向いていますもちろん週1回のテニスでもやらないよりはマシですしかも運動の効果の一つとして ストレスを発散してくれるという作用が期待できますつまり週1回のテニスはダイエットの毎日に弾みをつけるといった意味の精神安定剤的な役割を持っているということは見落としにはできないと考えます空腹の時に運動すれば痩せる効果が高まると言えるでしょうか そんんなことはありません空腹の時に運動すれば痩せる効果が高まるとは言えません空腹時のエネルギー消費は何となく体内の余分な脂肪を分解してくれそうな気もしますしかし実際に特に効果はありませんそれどころか空腹を押しての運動は体の負担になってしまいます とと言っって、食後数の運動はもっといけません。体内の血液が胃に集まって消化活動に精を出さなければならないのに運動のために血液が体の各組織に回ってしまい胃が働かなくなってしまうからであります痩せるための運動なら食後1時間から 時間半の間、半のちょうど脂肪を蓄えるホルモンであるインスリンが増加し始めることが頃に運動するのが狙い目ですインスリンは運動すると増加がかなり抑えられ食事によって得たエネルギーが体内に蓄積されにくくなると考えられます毎日サウナに入ると早く痩せるというのは本当でしょうか サウナに入った直後に体重を測れば、確かに体重は1キログラムくらいは減っていることでしょう。しかしこれは汗をかいて体の外に水分が排出されただけのことです。人間の体は一定の水分量を保つようにできているので、サウナから出た後いくら喉の乾きを我慢して 水を飲まずにいても普段の食生活を通じて自然に水分を取り込みそのうち元に戻ってしまいます痩せるというのは体内の脂肪を燃焼させて脂肪細胞の一つ一つを小さくすることですサウナに入って汗をかいても脂肪細胞の大きさは変わりませんサウナをダイエットに利用するなら むしろ水分を十分補給しながら汗を流しましょう。そもそもサウナの目的は、体に刺激を与え、新陳代謝を活発にすることにあります。それによって運動したのと同じような効果が得られると期待されます。なお、毎日サウナに入ることの弊害も考えなくてはいけません。サウナで水分を出しているのに、 飲む水分が少ないと体は水分をできるだけ多く体内に溜め込もうとしますこのためサウナに入っても最初の頃ほどだんだん汗が出なくなったり尿の回数が減ったりすることが危惧されますさらに続けていると腎臓に支障をきたし病気になる危険もあると考えられます腹筋運動をすれば、 お腹の脂肪は取れますか腹筋運動を毎日やっていると確かにお腹はへこんできますがこれは脂肪組織の下の運動不足でたるんでいた筋肉が引き締まったにすぎませんもちろんその上にある脂肪組織は健在で体重は減っていないつまり減量されていないですこのことは腹筋だけに限りません 体の各部位の体操をしてもそれによってその部位についている脂肪だけがなくなるということはありませんシェイプアップパンツなどを使えば痩せれますか体型を整えるさまざまな女性用医療が出揃っていますコルセットやガードルに始まりシェイプアップパンツやサポートストッキング なども話題を呼んでいます。これらを身につけている間は確かに体は引き締まりますしかし脱げば元通りになりますいくら皮下脂肪を締め付けてみても痩せることはないのですその上ただ体にきついだけのものをつけていると締め付けられてはみ出した行き場のない皮下脂肪が 結局どこかに押しやられることになりかえって体型を崩す原因にもなりかねません体に無理のかからない下着を身につけて痩せることは自力で努力するしかないと考えます